エリック・オールマンエリック・オールマンはカリフォルニア大学バークレー校で1970年代から1980年代にディリバーメールとその後継であるセンドメールを開発したプログラマであるカリフォルニア州エルサリーと生まれオールマンは幼い頃からコンピューティングに関わることがしたいと考えていた高等学校では学校にあったメインフレームやさらには カリフォルニア大学バークレー校の計算機センターに侵入してコンピュータを使っていた。1973年 UCB に入学すると同大学ではユニックスオペレーティングシステムがちょうど使われ出した頃だった。彼は1977年に学士号、1980年に修士号を取得した。バークレーではユニックスのソースコードが参照できたためハッカーたちは AT&T のコードに様々な拡張を加えていった。オールマンはディリバーメールという拡張を開発し、1981年にはそれがセンドメールとなった。これはメール転送エージェントであり、アーペネット上で電子メールの配送をするものであった。センドメールは BSD に取り入れられ、今日ではユニックスやリナックスで最も多く使われている、またとなっている。 1988年、オールマンは、センドメイル、インクをエメリービルに設立し、プロプライエタリーソフトウェアとして、センドメイルの改良を行っている。オールマンの名前は、オールマンの自作スタイルによってもよく知られている。同性愛者であることを公表しているオールマンは、BSD 開発のリーダーでもあるマーシャル科学、マキュージックと20年以上同居している。ありがとうございます。